今から吸盤ボムを使ったかくれんぼします。使っていいのは吸盤ボムだけ。はい、待ち伏しました。で、今回は吸盤ボムだけを使ったかくれんぼをしていきたいと思います。ちょっとかくれんぼでさ、塗らないといけないんですけど、チャージャーしました。これチャージャーでいっぱい塗るんだ。線で塗れるからな。意外と塗れるんだ。今回ね、4人いるからね、なんか意外と隠れる場所が見つけられそうだ。ほら、結構濡れるでしょ、チャージャー。昔の方が濡れたんだけど。そろそろ隠れる場所決めないとな。どこがいいかな。吸盤ボムって結構範囲が広いからさ、なんか中途半端なとこ隠れたら、もう速攻持ってかれちゃいそうなんだよね。だから、本当に端っことか、にしたいんだけど、吸盤ボムなぁ。いや、怖いなぁ。事故りそうだな。いや、ここどうしよう。こことか、どうでしょうか。ここ。超怖い、ここ。あ、鬼来たぞ。来い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 。怖い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 ね。怖いね、これね。どうなってんの。見えなかった、吸盤が。速攻死んだわ。はい。第2試合目、先ほどすぐ捕まってしまったので、ここがビーバスパークでやっていきたいと思います。ちょっとね、広いステージで一回やったんですけど、あまりにも広すぎて、あと、ディズニーリスポーンまで行くのがね、遠すぎてね、アロバナボールでやったんですけど、ちょっと鬼側がとても不利だったので、もっと狭いステージしました。前回ロボットボムのかくれんぼでやったビーバスパークそのままね、もう一回やりたいと思います。ビーバスが、やっぱ大きさ的にもちょうどいいかなと思ったの。どこ隠れんの？ここ？ここにすんの？そういうわけじゃない。あ、今なんかついてこいって言ってるような気がした。ついていくわ。ついてこいって言ってる気がしたもん、今。ここ？じゃあ、ここにしよう。同じとこ。同じとこに隠れる。いや、落ちる落ちる落ちる。これで、あー、落ちる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 。同じとこ隠れたから、死ぬ時も一緒。やば、もう敵来てるよ。しかも俺らより先に他の味方がいる。バレてない？怖い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 。にゃっ、いや、いや、あっ、くっそー、やばい、怖い、怖い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 。うおー、スリルがやばいね。生きてる。全然生きてるよ。あれ。うわ。うわ。いって。いって。うわ。危ねえ。危ねえ。